はい、年の瀬もご覧いただいててありがとうございます。今週の二次通ニュースでございます。どうも二次通編集長の吉田です。年明けの703発というね、2.5 次元というか漫画原作の、そしてアニメにもなったものの、舞台のために、毎日稽古をしております。それ以外にもアニメのイベントの司会とかバンバンさせていただいてて、年末こんな働いてていいのかなという日々ですが、楽しいです。でこれも一人で撮ってますよ、日曜日の深夜に。さて、そんな中鬼滅の刃、とうとう今週最新発表の数字で、311億円の興行収入という話がありました。千と千尋の神隠しが316億円ということ でこの週末に 4DX の上映とかねスタートしてますんでね、ほぼ確実にこれは、日本史上最高の興行収入ということに、近々なるでしょうね。そんな中小さいニュースとしてはですね、個人的にはのんのん日和、これからまたアニメがね第3期このシーズンで、次の1月でスタートするんだけども、同時に漫画の原作 の3ヶ月後の最終回が発表されたり、しておりまして、一つの時代が変わるなというのをのんのん日和で感じております。さて、そんな中今週の新しく出ていた二次通ニュース、年末にもちょこちょこニュースやっぱあるんですよね。まずはですね、映画大好きポンポさんという非常にこう面白い、漫画があるんです。その方はちょっと味わいの違う映画プロデューサーを主人公にしたね。でこちらが映画になるということで、足立慎吾さんというねすごいこうキャラクターデザイナーの方が作ってたりとかするんですが、この映画大好きポンポさんの公開延期が発表されました。本来は3月の予定だったんですが、6月になるという発表ですね。でそして、これはちょっと新しい動きとしては、A1 ピクチャーズと、アニメーション作家の和睦さん、和睦さんというのは秒針を噛むとかね、ずっと真夜中でいいのに、もうすごい回数をこう記録しているミュージックビデオ、再生回数を記録しているミュージックビデオでありますが、こちらがそのソードアートオンラインとか、そういうものを作ったアニメミュージックビデオ制作プロジェクトを立ち上げるバテンカイトスっていうそうです。これはちょっとした動きになりそうな気もしますね。であとですね、二次通の、放送部部長として、いつも放送にナレーションを入れてくれているアイリス久保田美優ちゃんなんですが、デジタル写真集出してましたね。片道切符という作品です。でこれわざわざセブ島に行って撮ったみたいな話ですけど、なんか見たところによると、今のところ楽天コボでしかこれ買えないのかな。でなんかちょっともうちょっと買いやすいといいなと個人的には思っております。さて、でそんな中ですね、今週のアニメ化情報なんですがこんな感じです。はい、聖女の魔力は万能ですという、ノベルスですね。こちらはディオメディア制作でアニメーションになるということなんですが、なんかこれはちゃんと仕事をしている OL さんが転生してくるというパターンだそうです。でそして、内野舞子さんのスローループ、こちらは釣りアニメ、になる、釣り漫画ですね、もともとは。で義理の姉妹がこう釣りをして、絆を深めているというその作品のアニメ化が発表。であとくまくまくまベア、今シーズンやってましたね。こちらテレビアニメの第2期の制作が決定したということです。さてそんな中ですね、今週のピックアップは、こちらです。バーン、バーチャルマーケット5開幕中です。今開催しております。で私そのバーチャルマーケットの中で、VR ミュージックソンという24時間の生放送、ヘッドセット24時間、つけて担当させていただいたりもしたのですが、バーチャルマーケット、なんとかこの二次通では取り上げていますが、何をやってるかというと、バーチャル世界で博覧会やってると思っていただければもうほぼほぼ間違いないです。で、場所的な制約だったりとか、広さの制約とかがないので、あと姿の制約もないわけですよね。でこうライブイベントやったりとか、さまざまなこうブースがあって、今回ディズニーとか出てるんですけど、一方で日本でもガンダムの立像がちゃんとこうあったりとかですね、世界中のこう、名所旧跡が、ピサの斜塔があったり、自由の女神があったり、自由すぎる女神って言ってましたけどね、サグラダファミリアあったりみたいなワールドもあったりして、日本だけでなく海外の方々も来ていて、バーチャルマーケット4で80万人の来場があったって言いますから、今回もっとすごいことになるんだろうなというふうに思うんですけど、これね、この VR ミュージックソン24時間やっている間にも、様々な方がいたんですよ。いろんなね詳しい方、特に今始めている方の中にはミュージシャンだったりとか技術者だったりとか、そういう方が本当にたくさんいらっしゃるんですが、これね、体感してない人に伝えるのがとっても難しい世界なんですよ、バーチャルって。ちょっと前に、ツイッターってやってない人からすると、そんな短い文章をお互いに共有して何が楽しいのみたいなことを言われたりしたじゃないですか。それとね、本当に
見た感じですよ。あのバーチャルってなってみればこの快適さ、楽しさ、新しさっていうのはすぐ伝わるんですけど、体験してない人に言うのはなかなか難しいなと思います。でただ一つ確実に言えるのは、バーチャルを始めた人でバーチャルをやめたくなっている人はほとんどいません。これってもうメディアが SNS に乗り込んでいった時と似てるなと、つくづく思います。ちなみにその時にね、例えば Twitter と Facebook と、Instagram とあって、いや私あのこう Twitter もやってないんですよ、 Instagram だけみたいな人がいるみたいに、そういうことになる。 VR チャットはやってますけど、私はあのこうクラスターはあんまりやってませんとかですね、そういうことになる可能性は十二分にあります。だからあの大体 Twitter とか Instagram ってまとめて言うとこう SNS って言うでしょ。でこのあのこうバーチャルな世界でコミュニティが築かれているものをメタバースっていう言葉があるんですが、まあ、メタバースは、確実に、来ます。まあでも未来はまだらにやってくる、これも二次通でよく言ってますけどね、来年来るのか10年後に来るのかわからないけど、来ることだけは間違いないです。ただ、そこでね、あのこう出入りしている人たちの状況を見ていると、あの2008年から9年頃のツイッターにとても近い状況に今あるなと思います。まあ、事実2008年2009年頃にツイッターやってた人たちが今バーチャルやってるなっていう、まあ、キーパーソンがかなり集まってるなという感じも同時にするんですけどね。なのでこの年末年始あのなかなか外出られないじゃないですか。だったら私バーチャル行ってみるのありだと思いますよ。ちなみにバーチャルマーケットは VR チャットっていうサービス、実は普通の PC で、3D ゲームをやるみたいな入り方もできますので、まあねヘッドセットかぶった時のこう体感とはだいぶ違うんですけど、あの見てみることはできますので、一度体験してみるのはおすすめです。ということで、本年もご愛顧いろいろとありがとうございました。なんだかんだで休まず半年続けましたね、この、収録の方もということで、二次通ニュースもまだしばらく、続けたいと思ってますけど、あの反響なかったらやめちゃうかもしれないんで、反響よかったらください。はい、今週の二次通ニュースでした。来年もよろしくお願いします。